行きましょう。オーガー、はい、さあまあまあ寒いですね今日は。あぶらさん、あこれちょっとゴーイングのパクリじゃないですか、ね、これはもう完全に昨日の夜ゴーイング見てね、はい、吉野部がこうやって歩いてたからね。そうなんですよ、吉野部さんだからでもこんなんやって絵が、はい、きなかったよ。あだから俺はここを推薦したのよ。推薦したんですけど、はい、寒いですけど。寒いのよ、綺麗よ。ここはあれですもんね、2月1日にそうや ね, ね, ねキャンプ、皆さんの健康をお祈りしながら、ほんまよ、懐かしいわ。お参りするところですもんね。あ始まるなって感じするけどね。そうですね、たらよし、海に行くよ。聖吉でした。まあ俺の人生こんなもんだと思うよ。何言ってんすか。吉。あ金運、苦労を厭わなければ開く。あ今のお前の苦労を厭わ行動見てると頑張ってるよ、大丈夫だ。終わってますか。あすかチャンネル登録お願いします。どういうどういう高知プロ野球チャンネル。聖吉の村さん、はい、サンマリン来ました。はい、いいね、いい感じ、ね、もう今日はですね、ちょっと前にあの吉野部が、はい、高知新聞で、はいはい、あの岡本和真の塾家シーンについて語ってたけど、はい、今日はそこをちょっとね、はい、よく見ながら、はい、本人にも取材したりできたらね。そうしますね、はい、ちょっと追いかけましょう。ちょっと今日岡本和真の追いかけましょう。追いかけよう。追いかけよう。岡本和真デーにしたいと思います。行ってきます。行ってきます。貴重映像、岡本選手のバスター上手。ほら、あのコーチも書いてあったけど、ほら、カズマ軸足がほらまっすぐ見てる、開いてないもんね、今年ね。ほら誰かに言われたのか、自分でやってるのかな、わからんけど。当然あっちの方が左肩が入りすぎるのは治るよな、うん、ちょっといじるってすっごい自分であの違和感があるからさ。そうですね、うん、パンチあんねんから、うん、ただどこでも入るから確率上げた方がな。1クール目のフリーバッティング、あの吉野村がすごいって言ったね。バックスクリーンの右側深い、一番深いところにズドン入ってました、ね、もう入ってた、はい、やっぱちょっと別格打ってましたね、そのパワーというか破壊力。うん、まあもうカズマの目標は全日本の4番やでな。そうですね、巨人の4番ちゃうでも全日本の4番目指してさ頑張ってもらうよな。侍ジャパンの4番サードでさね、今年は45発打つですね、ほんまやな、可能性あるよ。岡本選手はね、あの自分でやっぱり腑に落ちないことは、たとえどんなすごい人に言われても、うん、指導されてもでも変えることはないんですよ、うんうん、でももう自分のもある程度持ってるやろうし、そうするといいんじゃない、はい、うん、でもあと聞く耳ある人間やから、はい、そうですね、うん、だから以前に我が YouTube チャンネルに掛布さんが岡本選手のね、うん、この足の位置とか肩の入れ方とかを指摘したんですよ、うん、だからそれをね岡本選手見ててその動画を見てくれてて、うん、そうっすかねっていろいろ考えながら、うんうん、ソーシャルディスタンスやぞ。ああ2回もおめでとう。それ言いたかったよ。で、もう一個は、おう、
近づくなよ。カズ今ちょっと右足変えてるやん、はい、自分でやってみようと思って。自分でああ言われて変えるやん。ああそういうひねくれてるとこあるからね。ああ言われると絶対やらない。腑に落ちる部分があったら、ああちょっとやってみようかな。逆方向、うん、もう力の伝わり方がちゃんとハマってる。一人一人ご清聴ありがとうございました。